こんにちは。ネイチャーエンジニアの亀田です。今回紹介するのは、ギョギの鳴き声の正体。大ヨシキリ。パーターのワンキチと一緒に紹介していきます。大ヨシキリは、スズメモク、ヨシキリ科というグループに属する鳥です。全体的には褐色で地味な色合いの鳥ですが、頭部は羽毛を逆立てていることが多く、 大吉切の個性になっているように思います。全長は18センチ。大吉切は吉原でよく見られますが、名前に王とつくだけあって、吉原で見られる姿の似た鳥たちと比べると体は大きめです。大吉切の姿は決して派手ではありません。ただ、姿の代わりにその鳴き声により大きな存在感を放す鳥です。 繁殖期にメスにアピールをしたり縄張りを主張するために出す歌うような鳴き声をさえずりと言いますが大よしきのさえずりは実にユニークなのですその鳴き声がこちら <noise> でで、方では識別がが難しい場合も、ここサイズりとと一発で応用し切りでやることがわかります。ちなみに時には想像しいと感じるくらいに大吉桐が大きな声で歌うのには劣気とした理由がありますそれは大吉桐が一発再生のシステムを用いていることに関係していますこのようなシステムではオスは縄張りを広く加工する必要があり大きな鳴き声でアピールしなければならないのですね 生き物の行動はこのようなシステムに左右されることも多く、それこそがその生き物の個性になったりします。その生き物の個性は何が背景になっているかに注目してみるのも面白いですよ。大吉切は夏鳥であり、夏の繁殖期になると南国から日本に長距離移動して渡ってきます。彼らが見られるのは主に湿地や河原などにある吉原。 大吉切は、吉の穂先でさえずります。泣いていない時は、吉の下の方に潜んでいて、全然見つけられないのですが、さえずるときには、吉の上の方にスッと登ってきて、一気にテンションマックスで歌い出します。たくさんのお吉切のステージとなる夏の吉原は、とっても賑やかになります。大吉切には、魚吉の鳴き声を由来とする、行行師という別名があります。 大げさといったことを意味する行行しいという言葉がありますが、超端的に言うとうるさいやつみたいな意味になります。この行行しという言葉は俳句などの夏の季語になっていて、松尾芭蕉の歌などにも登場しています。脳無しの眠たし我を行行し。大吉切の大きな鳴き声が芭蕉の眠りを妨げる状況を歌ったものです。 生き物に関する昔の人の歌や記録を見て、今と同じ感じ方だなぁ、だとか、昔はこの風景をこのように捉えたのだなぁ、など時代を超えたつながりを感じるのも面白いです。大吉切は夏の吉原といえばというくらい存在感の強い賑やかな鳥です。僕は夏には彼らの声を聞かないとしっくり来なくて、毎年彼らの声を聞くと、今年も夏シーズンが来たなぁ、 と気分が上が上ったりするものですもし近くに植物の茂った河川敷があれば見られる可能性のある鳥なので、ぜひその鳴き声を聞いてみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは身近になれるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。